いやー今日試合が多い。あれ先週39、あーボブさんがいたらな、こんな肝心な時にボブさんがいればな。そう結構極端。僕にやらせてください。さあ、1P が久野さん、 2P ジュールさん、さあシャイニーギフト決めて、さあシュートヒットして、さあ固めていく、投げを決めて、ここで鉄拳制裁。ちょっと無敵が短かった。頑張れ俺のガードポイントみたいな感じで、さあこれはまだ残りそう。さあ再び切り札いったか、またもや相打ち。さあこれで久野さんは全て吐いてしまった。さあ木の出潰して投げを決める。ああダウン、消費は決められず、ジュールさんがまず1本。さあここはダウンを決めて、さあ再びダウンしていく。さあここで次攻めの起点になったがガードが硬い。ここでゲージを吐いて、さあうまいことスカラしたが音がめはない。集団決めて、さあここはゲージ、さあコンボブラスト入っていく。さらにアイスエージがヒットして、さあ出なかった、相打ち。僕にやらせてください。といてください。勝ったのはジュールさん。次、あすごいですね、 YSK49 と F 田さん。F 田さんいます。あ最初はグーじゃんけんぽい。はい、なんか実況させてもらいます、ジンです。その前に、はいはい、次で誰ですか。サットサッ、サット対メカですね。サットさん対メカさん、次試合お願いします。あ奥の台、メカメカいない。 メカの試合中だね。バルは全員のメカ終わってる。俺だよ俺。ダメなのか。はい、次俺だよ。ちょっとメカの試合中ですんで飛ばしますか。試合の方ちょっと見ていきます。YSK49 さん、ちょっと名前がね SNK 意識してますねこれは。と F 田さんのキリの試合の方はまだ始まったばっかして全然ダメージを取られてない状況ですが、 F 田さんちょっとこれ S ブラ吐いてますかね。ワーストはちょっとゲージも心もとない状況ですが、おっと突っ込んできたがちょっと黒猫にやられると。あと2 a b で結構切り返していくが、ちょっと体力的にはまだ YSK さんの優勢な状況。スイーツダッシュ相打ちになって、足追い詰められたがここは切り返していく。これは殺しに行くか。あーゲージ吐いて全部吐いて、
ここは1本目を ISK49 さん、おちゃんとポーズを取ってくる。2ラウンド目、今度はゲージ状況、まだ江戸さんちょっと苦しいか。これは黒猫出してからの中段を当たってパワーアップブラスト、ゲージ回収からのまた黒猫からの攻め、これちょっときついか。2エビで切り返してからのとりあえずワンコンボから、おっと様子見からの投げ、あっと置き攻めをおっと刺してからの2エが刺さって、あこれはゲージ状況がバイスケさんちょっと吐いていきたいか。黒猫を出して前に出るがとコン、あパワーアップブラストで押し返される。これはちょっと大きい、ここはゲージ吐かずに置き攻め重視、端っこの攻めが続く、あしかし崩れない、ああスイッチ出し当たってからのこれは殺しにはいかないが状況かなり有利。一旦離れてからの、あー昨日刺されて、あ8位負けてもポーズを取ればいいすけさん。最終ラウンド、ワイスケさんがゲージパンパンな状況ですね、これ。おーっと、これは重なっているところを逆に返しに行って、あー、今度また切り札返す。お互い一歩も譲らず、からの黒猫当たってしまって、これは、あーっと、コンボミスか。さあ、お互い、あー、また切り札が当たってしまった、これは痛い。また切り札合戦。実際最終ラウンドはね強いですから、本当あーっと今度は黒猫当たるがちょっともったいない。さあお互いわーこん、まあ、もうちょっと使わず出なかったでしょう。これは当たらない、空中はちょっと当たらないんですからね。さあ体力どっと状況、これはどうする。あー 2AB 刺さってからの江札さん勝利です、おめでとうございます。いい腕ですね。次は、はい、次は ジン君と AK いる。の試合フェイトだからね。いやフェイトやつやつ、エケコンボうまそうだしな。次が牧野くんとアズフさん。牧野くん、牧野くん、私は遠発着弾の位置でシャナ、これより作戦しフェイトやつ。はい、お願いします。ジンさんがアスナーリーファー対して原作中シャナービルヘルミナ、開幕出し壊しからビルヘルミナ早速使ってパワーブラスト、ヒエン使って時間を稼ぐ、リーファーを使って安全にパワーブラスト、お互いゲージを回収しつつしゃがみ体育が入ってダウン重視、リーファーを呼んで、さあお互いおっとここでダッシュ空中ダッシュ A からダウンコンボ、ビルを重ねて投げ、ジャンプ BC が投げするがここでポジション発動、シャガビータイクはさせない、ビルを使って崩しに行く、ジャンプシータメからちょっとコンボに繋がない、おっとここで切り札がガードされるがビルヘルミナ使って、さあ画面端状況が逆転してジャンプシーが刺さる、ビルヘルミナはしっかりガードしてリーファから触りに行く、こういう膠着状態厳しいね。
さあさあやっとさあよいやさあごめんなさい、はい、ディールを重ねて、さあ時間が来てしまう方にジャンペイさせて、やっとさあ原作中上がっていく。早速小足からマザーズラザリを決めて、さあ知恵重ねからパワーブラストを測れる、探しい対空からこの火力投げたくかダウン打ゲージを稼いでジャンプ B を重ねて、お互いまだ様子見、さあ時間稼いでシャナが非常に有利な状態、ここで来て中段が刺さる、あっと画面をちょっと切り札剥がれて、そこをしっかり差し込んだ AK の勝利。ごめんね、なんかやっとさとか言っちゃう。いや、完全勝利だったね今ね。はいはい、あ、私。はい、次ニガさんと闇さん、闇さんこと黒根さん。あ、奥は牧野さん勝ち。したらじゃあ次が、ジオさんと首輪さん、首輪さん、あ、じゃあお願いします。そうだ、言うの忘れてたんですけど、皆さんのリクエストによりこの 2台が日本選手になりました。みんなやってねって、まあこっちとしてはすげえ、さっきジンさんの試合見てたらすげえ終わんの早かったから、なんか申し訳ない気持ちもあるんですけど、まあまあなるべくね、まあ俺みんなにやりたいことやってほしいしさ、ということで、闇感 VS ネオジョング、さあともかだった黒根さんがついにユキナになってしまった。そうなの、ああ別の人なの。ああそうですね、さっき、いやなんかコンプラだったよな、 S ブラ入った。さあここで なんとかストライク、多分なんとかストライク。マジこの程度投げを決めて、さあまずはネオジオング、さあ S ブラゲージもすっかり回復して、さあ今度はちゃんとパワーブラを吐いていく。さあこれは当たる、なかなかユキナの切り札が使い出して悪そうに見えるんですよ。今回はしっかり当てて、あー当たんない。さあただ固めは続くよ、どこまでも中段入って、さあ叩きつけがヒットしない。さあ今度は闇さん側がエスブラを吐いてしまったが、しっかりと決めてネオジオング勝利。あ、こうだ、あ、次信長さん、桃井さん、桃井さん、あ、いやいや、後ろ、あんたもなかなか頑張ったと思うけど、超天才の私には叶わなかったね。奥は首輪さんの勝利。